君よ、今朝はいかにと手をつきて、投稿を見れば死なれざりけり。お父さん、今朝の体調はどうですか？と礼儀正しく尋ねる我が子を見ると、この子のためにも病気で死ぬわけにはいかないという意味の短歌です。自分が重い病気でありながら我が子のことを思いやる作者の優しい気持ちが伝わってきます。100年以上も前に読まれた短歌ですが、作者の思いは今の時代の読者にも手に取るようにわかります。この短歌の作者が落合直文です。落合直文は明治時代に活躍した歌人、国文学者です。明治時代は何もかもが変わり、いろいろなことが進歩した時代でした。文学においても西洋から来た新しいものがもてはやされていました。一方、日本独自の詩である短歌は長い伝統に縛られ、決まりきった表現が多いため、次第に多くの人から好まれなくなっていました。直文は文久元年1861年に松崎村片浜、現在の気仙沼市で鮎飼家の次男として生まれました。幼名を亀次郎といい、14歳の頃国学者の落合直明の養子になりました。幼い頃から本が好きで、短歌や文章を書くことが大変得意でした。そのような直文は、家族から仙台で学校の教師か新刊になることを勧められましたが、きっぱりと断りました。歌人や国文学者として仕事をしていきたいと考えていたからです。短歌や国文学を新しい時代に合ったものに発展させることが自分がすべき仕事なのではないかとも考えていたのでした。自分の名前を直文としたのは26歳の頃です。文の字に文学で生きていくという気持ちを表したと考えられています。直文はいつも短歌がもっと多くの人に親しめるものになってほしいと願っていました。その頃、短歌の世界では昔からの形を守ろうとする旧派と、西洋から入ってきた言葉を使おうとする新派が対立していました。旧派は昔からの形を何も変えずに守ろうとしていましたが、そればかりでは読む人々が飽きてしまいます。一方、新派は目新しい表現や言葉を使おうとしていましたが、まだまだ良い短歌を作ることができていませんでした。どちらにも良いところと見直すべきところがありました。しかし、どちらも相手の良いところを認めずに言い争いを続けていたのでした。このようなことでは短歌がより良くなることも、多くの人が親しめるものになることもありません。直文は全ての歌人や学者、短歌愛好家が力を合わせることが必要だと考えていました。そのことを繰り返し訴えていたのでした。それだけではなく、直文は新しい時代にふさわしい短歌を自分たちで作り上げていこうと考えました。そのために作ったのが朝霞社という短歌のグループでした。このグループには直文の考えに賛成する若い歌人が集まりました。そこで短歌を作ったり、作った短歌をよりよく直そうと話し合ったりしました。朝霞社は短歌の革新運動の中心となりました。直文は弟子たちにいつもこう話していました。自分自身の短歌を作りなさい。昔の人や今の人の真似をしてはいけません。もちろん私の歌を真似するのもいけません。一人一人が自分の良いところを伸ばすようにしなさい。
その頃、直文と同じように短歌の革新運動をしていた正岡子規という歌人がいました。子規は新聞に随筆を連載していました。歌人らしく短歌を取り上げることが多いので、直文も子規の随筆を読むことをとても楽しみにしていました。その連載の中で子規は短歌が優れているかどうかは作者の評判や流派には関係がないと述べていました。そして短歌の良し悪しを決めるには、みんなで意見を出し合って話し合うことが大切だとも述べていたのでした。ある日のこと、直文は子規の病気がひどくなって、リンゴを吸って絞ったジュースのようなものでないと喉を通らなくなったことを知りました。直文は子規のことを心配して、何かしてあげられないかと考えていました。ちょうど良いことに、直文のふるさとからリンゴが送られてきました。つやつやとした大変立派なリンゴです。直文はすぐにこのリンゴを果物の好きな子規に送ってあげようと思いました。近くにいた弟子たちも、お見舞いにリンゴを送ることはいい考えだと思いました。ところが、その日の新聞を読み始めた直文は、じっと目を閉じ、考え込んでしまいました。直文は、子規の随筆を読んだのでした。そんな直文の様子が気になった弟子たちも、新聞を読みました。子規の書いた内容は、驚くべきものでした。そこで直文は、自分の短歌が、変な歌、わかりにくい歌であると書かれていたのを目にしたのです。その上、言葉を変えれば少しは良くなると厳しく批評されていたのでした。弟子たちは、これでは直文がリンゴを送ることをためらうのも仕方がないと思いました。弟子たちが子規の記事を読んだことを伝えると、直文はうなずきながら、せっかく子規が私の短歌を良くしようとして批評しているのだからと穏やかに話したのでした。弟子たちはハッとしました。直文は少し困ったような顔をしていましたが、決して怒っていたのではなかったのです。直文はこのような時でも自分が願っていること、いつも考えていることを弟子たちに伝えたのでした。そして今リンゴを送ったのでは、子規が遠慮して連載をやめてしまうのではないかとも考えたのでした。直文はリンゴに目を向けながら、子規の病気が早く良くなるといいと思っていること、そして連載が終わったらこのリンゴを子規に届けるつもりであることを話しました。ところが次の日も、その次の日の新聞にも、直文の短歌を批評する子規の連載が続いていました。とうとうリンゴはカゴに入ったまま傷んでしまいました。結局直文は子規にリンゴを送ることができませんでした。直文はすっかり悪くなってしまったリンゴを、やはり穏やかな目で見つめ続けました。